便利ですか、ね、便利です めちゃくちゃ便利。周りのみんなも使ってます。はい、結構使ってる人多いです。今若者を中心に利用が広がるスマートフォンのアプリ、登録した友人同士の位置情報を共有できるものです。例えば札幌市内で時計台付近にいた男性がテレビ塔付近で別行動していた友人の位置情報を確認し合流できたりします。実際に利用している人は、友達と遊ぶ時とかに今どこにいるかなとかで待ち合わせとかしたり、連絡いちいち取らなくても見るだけで位置が分かるから、一緒に使ってるので親も使ったりしてるので、一応まだ子供なのでどこにいるか分からないとか困ったりした時に使ったりしてますね。なんか友達がスマホなくしちゃった時があって、位置情報が分かるんで、そのスマホの場所が分かったっていう。一方で情報を知られることには不安も。なんかこの前あそこ行ってたでしょとか言われると見られてたんだみたいな、お前ちょっと怖いと思います。まあ、付き合ってるとかだとちょっと面倒くさいかもしれないですね、帰って友達が、前例使って、どこにいるのみたいな感じで、なんか若干ちょっと追いかけられたりみたいなことはされてた気がします。なんか知ってます、位置情報知られて怖いみたいなことは言ってました。常に位置情報が公開されることに抵抗を感じる人も多いようです。位置情報と滞在時間が分かるということは、そこで一体何をしているかっていうのが、もうほとんどその筒抜けになるという状態なんですね。なのでもうずっと毎日つながっていると、今日彼はバイトに行っているんだとか、ここが学校なんだとか、自宅はここなんだとか、今電車で移動してどっかに行くんだなとか、全部分かってしまうわけですね。今まで仲良かった人でも何らかの悪意を持たれた時には、その人がその情報を悪用するという危険性があります。若者を中心に広がる便利なアプリ、使い方には改めて注意が必要です。はい、今気軽に利用している方が、ね、増えているということなんですが、このアプリ便利な反面で注意が必要だということです。若者に利用が広がる背景についてインターネットに詳しい専門家に聞きました。まずは待ち合わせで、お互いどこにいるか分かりますので簡単に会える効率の良さ、さらにはコロナ禍で離れている時間が多くても、位置情報をお互い共有することでつながっているという安心感を覚えている若者も多いのではないかということでした。なんかこう友人同士とか恋人同士 の、 その親密さとか仲の良さっていうのを、それをまあお互い共有することで、じゃあ仲いいグループだねとかっていうふうにこうできるというね、そういった意味合いでも使われているのかなと思いますけど、僕も実は10年ぐらいも使ってますけど、でも設定とかですごく今細かく、知られたくない時にはそれが知られないようにすることもできますし、そういったまあ自衛の策っていうのはありますけど、でもやっぱり悪意の第三者っていうのはいますからね。そうなんですよね、はい、今ありましたけれども、いろいろな設定をすることができます。専門家に安全な使い方を聞きました。まずは位置情報の設定なんですが、ピンポイントではなくて曖昧にする、こういった設定をあえてできるそうなので、それを進めています。さらにトラブルになりそうな人はブロックする、トラブルが発生しそうな場合はアプリをアンインストール、つまり使わないという選択をするということでした。さらに保護者なんですが、子どものスマホの使用状況をやはり把握すること、そして使っているアプリの危険性をお子さんに伝えることが大事だということでした。石井さん、この使い方は工夫していきたいですね。そうですね、もう使い方一つですよね。でもお子さんが、ね、今どこにいるのかってちゃんと把握できるというのは親御さんにとってはいいかもしれないですね。そうですね、親御さんの安心にもつながるアプリでもありますよね。はい、ぜひ今一度使い方見直してみてください。